本ワークショップは文化庁の博物館等の国際交流の促進事業として公益財団法人横山大観記念館の東西文化財を活用した博物館の国際交流事業の一環として実施いたします。今回のワークショップテーマは大観とモネ、東西絵画の色を知るとなっています。皆様の中には横山大観と印象派の巨匠クロード・モネ、この東西の巨匠がなぜテーマとなっているのか疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は大観とモネは生まれた年に20年ほどの差がありますが、日本とフランスという遠い場所で重なる時代を生き、朦朧体と印象派という共にその瞬間の景色から何を感じ取ったか描く手法を追求し、意匠を凝らした邸宅でその自然を描き創作活動を行ったなどの共通点があります。横山大観記念館では昨年より日本とフランスの巨匠の邸宅や作品をテーマに互いの文化の魅力を発信相互理解するための国際交流を行っています。この事業の中で私たちは横山大観のあやめ、モネの睡蓮の原寸レプリカを制作し、日仏の国際交流に活用してまいりました。本日は講義とこの2つのレプリカの制作過程の一部を皆様に体験していただくワークショップで、日本画の横山大観と西洋画のモネの制作の違いや共通点、また時代を通して東西で相互に影響し合った歴史などを知っていただければと思います。それでは早速始めてまいりましょう。まずは簡単に年表に沿って大観とモネがどのような人であったかを見てみましょう。大観とモネ、生まれはモネの方が大観よりも28年ほど早い1840年です。日本はまだ江戸時代で、時代はちょうど幕末に向かう頃でした。1868年、日本が明治維新の年に横山大観は生まれます。この頃のモネはまだ印象派の誕生前夜という頃でした。印象派は1874年の通称第1回印象派展でモネが出品した印象日の出という作品にちなんで名付けられたと言われます。この頃日本の文化や美術に影響を受けて、フランスではジャポニズムという流れがあり、モネも日本の着物を着た女性を描いています。その後1883年に43歳でジヴェルニーに移住したモネは、自身の住む土地の庭を整備し、1899年から睡蓮の連作を開始していきます。この時期日本では東京美術学校を卒業した大観らが当時勤めていた東京美術学校の教師を辞め、日本美術院を創設し、朦朧体という画風への挑戦が始まります。あやめはそうした1901年頃に描かれたもので、大観はまだ33歳頃という時期です。その7年ほどのうちの1908年に西洋ではモネの睡蓮が描かれました。モネ68歳の時の作品になります。そしてモネはこの頃から視力の悪化を自覚するようになっていきます。それでもモネは精力的に睡蓮の池に映る光と水の反映を描き続け、1914年74歳からはモネの集大成ともいえる現在オランジュリー美術館に収められている睡蓮の大装飾画の制作が開始されます。1923年にモネは悪化する視力の改善のために白内障の手術を受けて、かろうじて視力を維持しながら大装飾画の制作を続けていきます。同じ頃日本では大観が代表作の一つである聖セール展を55歳で描き、これを出品した最高第10回院展の初日に日本では関東大震災が起こります。モネは日本の時代が大正から昭和に移り変わる1926年に86歳で亡くなりますが、この頃大観はまだ58歳で、その後昭和に入ってからも夜桜やある日の太平洋、霊峰比較など多くの素晴らしい作品を描き、第二次世界大戦も経て1958年に89歳で亡くなりました。モネと大観は意外にも重なる時代を生きていたということです。少しこの二人の距離が近しく感じてきたのではないでしょうか。あやめと睡蓮も7年ほどの差はありますが、
近しい時期に描かれたことも分かっていただけたと思います。さてここからはこの後で行っていただくあやめと睡蓮という2つの作品に関する課題を行う上での関連知識となるお話です。この時代の絵画について横山大観の日本画への挑戦を中心に当時の西洋からの影響も交えながらお聞きいただきたいと思います。日本画という呼び名についてです。江戸時代までの絵画はお城に狩野派の絵、お寺に仏画、庶民は浮世絵を楽しむといったように目的や階級によってさまざまな絵が描かれてきました。ところが明治時代になって西洋から絵画という概念が伝わると江戸時代までのさまざまな絵を統合して日本の絵画にまとめていこうという考えが生まれました。この時期には西洋から油絵の具や水彩絵の具で描く絵が伝わっていましたのでそれらが西洋画と呼ばれていました。それに対して紙、絹、墨、にかわ、岩絵の具などで描かれる伝統的な絵画を統合して日本画と呼ぶようになったわけです。江戸時代までの絵画と日本画の大きな違いは教育方法にあります。画塾で師匠に教わるものだった絵画は美術学校で学ぶものになりました。また鑑賞する場も変わりました。主に個人の家で鑑賞されてきた絵画は展覧会場という場で広く公開されるようになったのです。これらは西洋のエコールやアカデミー、サロンといった制度に倣ったものです。明治に改元される1868年に生まれた横山大観は東京美術学校の一期生としてできたばかりの日本画を学びました。そして日本美術院という展覧会を組織して広く日本画を普及させたのです。横山大観は日本の伝統的な技法や材料を守りながら明治、大正、昭和といった時代に合った時代感覚あふれる日本画を創造していきました。横山大観の画業は日本社会を映し出してきた日本画の歩みと一つになっていたと言えるでしょう。ここでは横山大観の作品に使われた技法を通して日本画の伝統と革新について考えていきたいと思います。今回取り上げる横山大観の作品は1901年明治34年に描かれたあやめという作品です。横山大観は慶応4年つまり明治元年の生まれですからあやめは34歳頃に描いた作品といえます。横山大観は当初英語を学ぶなど文明開化の明治時代にふさわしいエリートコースを目指していましたがちょうどその時に開校した東京美術学校に興味を示し東京美術学校の第一期生として入学しました。そこで出会ったのが日本画という絵画だったのです。日本画は単なる伝統絵画ではなく伝統絵画を基礎にしながらも西洋的な美術にふさわしい姿に再編された絵画です。東京美術学校ではまだはっきりと確立されていない日本画を模索する実験が繰り広げられていました。大観は思想家で東京美術学校の校長だった岡倉天心の指導を受けながら新しい日本画の創造に挑戦していったのです。あやめを描いた頃は大観ら美術学校の卒業生たちが日本美術院というグループを作って話題作、問題作を次々と発表していった時期にあたります。一方西洋ではモネを中心とした印象派が新しい絵画の潮流を作り出していました。西洋では目に見える情景を描く科学的な表現や感じたままの情景を描く内面的な表現が主流になっていたのです。
さて、どのようにしたら伝統絵画を新しい日本画に革新できるのでしょうか。この頃、大観たちを指導していた岡倉天心は、空気を描く方法はないかと難題を投げかけたと言われています。これに対して大観たちは、日本絵画の命とされてきた線を捨てて描く方法に挑戦します。いわゆる朦朧体の始まりです。中国や日本の絵画では線の表現に高い技術と精神性を求めてきました。したがって線のない絵は絵ではないという批判を受けることになりました。しかし、絵の中に空気、すなわち手を差し伸べられるような空間を表現するためには、線を捨てる勇気が必要だったのです。大観は、線を使わない朦朧体で見事に情緒あふれる風景を描いていきました。日本では不評だった朦朧体でしたが、数年後の明治38年、1905年に渡航した欧米では大変人気を博したそうです。次なる改革への課題は色彩でした。モネたちの印象派は色彩の絵画と言っても過言ではないでしょう。印象派の表現を支えたのは、18世紀後半から盛んに開発された化学合成の顔料でした。光の色をキャンバスに再現できたのは、あらゆる色彩を自由に表現できる顔料、絵の具があったからです。大観に先立つ日本画家に狩野芳崖がいます。狩野芳崖は江戸時代の伝統絵画と近代の日本画を橋渡しする画家として、日本画の祖と呼ばれています。狩野芳崖は明治19年1886年に西洋から輸入してきた化学合成の顔料をふんだんに使った二黄色器という作品を描いています。狩野芳崖は新しくできた東京美術学校の初代教授に任命されていましたが、開校を目前にして亡くなってしまいます。しかし、芳崖が使った化学合成の顔料は東京美術学校に保管されていて、大観たちはその存在を知っていたようです。大観は二黄色器のような毒々しいほどの色彩を使うことはありませんでしたが、化学合成の顔料を日本絵画の伝統的な絵の具と混ぜて使ったり、アクセントとして使ったりして利用していました。大観が明治44年1911年に発表した山路もその一つです。この作品は私が十数年前に化学分析で調査したものですが、松葉の鮮やかな緑色にはエメラルドグリーンやビリジアン、馬を連れた男の衣装には合成ウルトラマリンブルーが使われていました。またこの山地には伝統材料でもない、西洋の化学合成顔料でもない、日本独自の新しい材料が使われています。この砂のような絵の具は新岩絵の具と呼ばれる人造の岩絵の具です。大観はこの当時、日本で独自に開発された新岩絵の具を大胆に使って皆を驚かせました。この表現も西洋の印象派や後期印象派の特徴でもある筆タッチを再現したものだと言われています。横山大観は日本画家の中の日本画家だと言われています。しかし、大観はまだ見ぬ日本画の姿を模索し、開拓した画家でもあったのです。その開拓には、印象派をはじめとする西洋絵画への意識がありました。西洋絵画の特徴や長所を理解し、必要な要素を取り入れ、新しい日本画を開拓し、大観独自の表現を確立していったと言えるでしょう。日本画の創世期に同時代のモネたち印象派をはじめ、西洋を意識しながら横山大観たちは日本画独自の表現や色彩へ挑戦していた。そしてそれが現在につながっているということです。このあやめは
そうした時期に描かれた作品でした。ここからはこれまでのお話を踏まえつつ、大観とモネの作品の色彩や表現について知るワークショップに入っていきたいと思います。ワークショップに入っていくにあたり、まずは私たちが昨年作ったレプリカについてご紹介します。ここにあるのはアヤメとスイレンの原寸大レプリカです。原画はアヤメは横山大観記念館、スイレンは東京富士美術館に所蔵されています。通常レプリカを制作する際には色構成という作業があり、印刷物と本物を見比べながら細かく色を現物に合わせていく作業があります。色を合わせていく作業工程には、カラーチップを使って色を合わせるといった物理的な作業だけでなく、専門家の先生方からアドバイスをいただいたりするなどして、この絵がどのように描かれているのか、どういった技法が使われているのか、作家ならではの色の特徴がどんなものかといったことや、作品の描かれた背景や時代を知ることがとても大切です。これらの情報を総合的にまとめながら作品を立体的に作り上げていき、レプリカとして完成度を高めるものです。ここにあるレプリカもそうした色合わせや専門家の助言などを通して制作されました。本日はこのようなレプリカ制作の過程を皆様に体験してもらうことを通して、東西絵画の色の魅力について知っていただきたいと思います。ワークショップ1、絵画の原料を知る5分。まず最初はアヤメの作品の中から大観が使用した画材に関するクイズです。横山大観は一部に西洋からの顔料を取り入れたりしましたが、日本伝統の顔料を継承して日本画を描きました。このアヤメの花や女性の衣装の白にも五分という伝統顔料が使われています。さてこの五分は時代とともに主に使われる原料が変化しているのですが、大観がアヤメで使用した五分の原料となるのは次のどれでしょう。1、鉛、2、貝殻、3、白い石。正解は2、貝殻です。それではこの貝殻がどのようにして五分になっていくか、そしてその他の選択肢も実は五分の材料として誤りではないものがあります。これについてお話ししたいと思います。五分の製造工程について、このように山積みにした貝殻を長い年月をかけて風化させます。これを粗く砕いた後、さらに土で粉々に砕いていきます。これをさらに石臼で引いていきます。水槽で水肥し、上積みを収集する作業を繰り返します。このようにして細かくなった泥状の五分を杉板に伸ばして乾燥させます。このように長い手間暇をかけて五分は製造されます。五分の原材料として貝殻が使われるようになったのは室町時代頃からと言われており、それ以前の平安、鎌倉時代などは鉛から取った白を使っていました。鉛というのは古くなったり湿気を持つと表面に白い粉が出てきます。古くはこれを集めたものが五分と言われていました。鉛から取った白は特別なものではなく、例えば油絵の具のシルバーホワイトは鉛から取ったものですし、中国でも鉛から取ったものを使ってきました。日本だけがそのルートを外れて室町時代頃から貝殻五分に変わっていることは大きな謎とされています。また白い鉱物、石や土から生成した白の画材もあります。木材の上に描く際の下地として鉱物系の白を使う場合があります。ワークショップ2、アヤメの色を知る。次はアヤメの色についてもう少し深く観察していきたいと思います。私たちがこの授業のために制作したレプリカは非常に精巧な複製です。精巧な複製を作るには色彩の再現が大変難しく、本物との照合を繰り返して色を合わせました。皆さんにも色を合わせるという体験をしていただくことを通して、大観の使った色について知っていただこうと思います。指定された四角で囲んである部分にはどの色チップの色が使われているでしょうか。
正解を探してみてください。それでは回答です。皆さんはいくつ正解されましたか？選択肢の色チップはとても微妙な色使いです。3番と9番では9番の方が明るい色使いです。2番と6番では6番の方が明るく、2番と8番では8番の方が黄色みが少ないです。1番と7番では7番の方が赤み青みが強く、4番と5番を比較すると5番の方が黄色みが強く、4番と10番では10番の方が明るさが強くなっています。あやめのレプリカを作る際にもこの青緑色の再現が最も苦労した色です。タイカンは青と黄色を混ぜて青緑色を作り、そこに胡粉を入れて微妙な色調を作って描いているからです。化学分析はされていませんが、この青緑色を作るのに使った青色にはプルシャンブルーという西洋由来の合成顔料が使われているかもしれません。プルシャンブルーは西洋から最も早く輸入された合成顔料で、最初は平賀源内などの蘭学者だけが使いましたが、その後幕末には北斎や広重の浮世絵にも使われて日本人に親しまれました。大観らの日本画家も伝統的な藍の代わりに使うことがありました。ワークショップ3、睡蓮の色を知る。次のワークショップは睡蓮についてです。この睡蓮という作品の中には見る人によってさまざまな色が見て取れると思います。これから皆様には睡蓮の中にどのような色があるのかを探す、観察するという体験をしていただきたいと思います。その後でなぜモネの睡蓮の色がこのような色彩になるのかについてお話をしたいと思います。ここに睡蓮の一部を拡大した画像と色のグラデーションを表した色相関があります。レプリカを作るときには原画とカラーチャートを付け合わせながら、色構成の中に目安となるチャートの色番号を書き込むなどしていきます。これを皆様にも体験していただきたいと思います。睡蓮の部分出力をじっくりと見ていただき、見えた部分の色を丸で囲って、そこにチャートの番号を書いてみてください。何人かの人に事前にトライしていただいたので、少し記入例をお見せしたいと思います。皆様には部分拡大した絵の範囲の中にどのような色が見えるでしょうか。さて、どのような色を拾うことができたでしょうか。見る人それぞれに様々な色が捉えられると思います。ここで印刷会社がレプリカを制作した際の色の捉え方を一つの例としてお話しします。実際、私たちがレプリカを制作する際、はっきりこれという色をカラーチャートの中から取り出すことは困難でした。それはあまりにモネの色が複雑な中間色の重なりで描かれているからです。ですので、全体の色のトーン、明るさや色の方向性、黄色に転んでいないか、赤っぽくないかなどに誤りがないように注意しながら、大きい範囲で色を捉えています。具体的には、全体のベースとなるトーンは1列目 E から V、黄色の強めの部分は3列目 E から G、紫の部分は3列目 S から Q、さらに強い紫は4列目 R から Q というような具合です。正解はこの限りではありませんので、より細かく見ようと思えばもっとさまざまな色を見て取ることができます。皆様にもさまざまな色が見えたのではないでしょうか。そして見れば見るほど色がどんどん増えていくような気がします。それではなぜこのようにモネの色は複雑なのでしょうか。睡蓮では光を表現するために色を層構造で重ねています。一つの色を塗って、それを乾燥させて、その上に色を乗せていくというやり方をすることで
色が濁ることを避けています。さらに、刷毛の向きを変えたりすることによっても、かすれて下の色が見えてきます。こうしたことで色が複雑な層構造になっており、また複数の隣り合う色のグラデーションの連なりとなっているために、この色という明確な答えがないのです。大観のあやめのような日本画は、一般的に画家自身が顔料をニカワと混ぜて絵の具を一色ずつ作ってから描く、言ってみればお皿箱です。それに対してフランスでは、画家は当時開発が進んだチューブ絵の具を使用し、多様な色を作り出しながら、先に塗った色と混ざらないように次の色を重ねていく、言ってみればパレット法といえます。この両者の空気感を表現する上での違いは何かといえば、モネが複数の色を画面上で重ねているのに対して、大観はほとんど重ね塗りをしていない点です。モネと大観では表現の仕方に違いがありながらも、そのどちらも目に見えない光や空気感を表現しようとしたところは共通していて、それぞれにその時最適と思う表現方法を実践しています。ワークショップ4、あやめの色彩と表現。それでは最後のワークショップです。大観が西洋画の知識を踏まえて実践した表現に関するお話です。あやめにおいては、西洋絵画のような奥行き感、空間を演出するための工夫が2つあります。どんな工夫でしょうか。ヒントは線とあやめの葉の色に注目をしてみていただきたいと思います。それでは解説を見ていきましょう。横山大観はあやめの手前の葉っぱを濃く、奥に行くほど薄い色調で表現しています。ここには空気遠近法の考え方が取り入れられていると言えるでしょう。2つ目の技法は朦朧体です。伝統的な日本絵画では線を重んじていましたので、モチーフはすべて線でくくられてから彩色、色がつけられていったわけです。それがこのあやめの方を見ると、背景のあやめの部分、地面の部分には線がありません。ちょうどあやめが描かれた明治34年頃というのは、大観たちが朦朧体に挑戦していた時期に重なります。大観は、こちらの主役になる人物の方には伝統的な線を使い、背景のあやめの部分には線を使わないことで、主役と脇役をはっきりさせ、遠近感を生み出していると言えます。あやめには西洋の手法の影響が見られますが、逆に印象派の画家の場合は当時のジャポニズムの影響を受けています。国際交流をしているジヴェルニー印象派美術館の方々も、印象派への浮世絵の影響は強く、日本の影響なしに語れないケースが多々あるということをお話しされていました。大観は西洋の、モネたち印象派は日本の浮世絵という日仏相互の影響関係がありました。そうした背景を踏まえ、10月にフランスで行われたジヴェルニー印象派美術館の国際交流の中から、あやめの表現とモネの作品に関するコメントをご覧ください。Il n'y a pas de chat, pas de portrait, il y a beaucoup d'estampes avec des visages. Dans la maison de Monet, il y a beaucoup d'estampes, il y a des paysages, mais il y a beaucoup d'estampes avec des visages. Et Monet, il enlèverait la visage, il n'y a que les yeux. C'est intéressant de, technologiquement, en fait, de faire disparaître la figure, de faire disparaître, de faire rehausser des fleurs derrière. C'est un paysage très impressionniste.
この度海外への持ち出しが簡単で原画と遜色のない高精度なレプリカの特性を活用してフランスのジュベルニー印象派美術館と横山大観とクロード・モネについて日仏双方の目線から意見交換と交流を図りました。昨年から続く事業の成果と学びを集めたのが今回のワークショップになりますが、東西文化財のレプリカの制作過程を体験していただくことで日本画の横山大観と西洋画のモネの制作の違いや共通点、また時代を通して東西で相互に影響をし合った歴史などを知っていただければ幸いです。